コアサイクロプスです。一発一発が強烈です。気をつけて。氷による攻撃を加えましょう。氷の力で攻撃です。ゴアサイクロプスです。足をつかめば動きを止められます。落ちないように目を狙います。すぐに行きます。そちらに行きます。了解しました。了解しました。すぐに行きます。弱点に取り付けます。掴みました。目を狙ってみます。落ちないように目を狙います。すぐに行きます。アイテムを使いスタミナ回復します。お任せください。これは戻りの礎と呼ばれるものです。これは戻りの礎。特定の道具でここに戻ってこられます。なぜかここは息苦しく感じます。自分が何者か。でもあなたの意志。さあ、あなたに。
かしあれ鉄どれも一品だ。そうはしない。これも一品、また来な。いや、俺、そのために、ありがとう。それじゃ、まず、よし。やっぱり。よし、それ、夜間。ここは宿屋ですね。各社様も休憩できますよ。だい、特に。じゃあ、どうするね。任せておきなよ。任せておきなよ。じゃあどうするね。気をつけてな。明かりが。ありがとう。それじゃ好き嫌い。旅での食料は旅だ。旅の無事。俺が旅だから。ああこいつもう。さて。準備を進めていたら随分と荷が多くなってしまったね。はじめは身軽な一人旅だなんてのんきに構えてたけど、こうして見ると楽な道のりじゃないなって思うよ。悪い。最後にもう一頼みだ。俺の荷物を全部浜辺まで移動させてほしい。よし、これでもうやり残したことはないはず。長かった準備も終わったよ。ありがとな。世話になったな。一杯付き合ってくれ。ドラゴン騒ぎの最中に研究の旅に出る。どうかしてるよな。漁師のくせになんて思われるかもしれない。でもな、好きでたまらないんだよ。こればっかりはね。世界のこと、生き物のこと、いろんな神秘に迫りたい気持ちが止められないんだ。その先に危険や困難はきっとある。怖くないとは言わないさ。それでも今しかできないことをやりたい。お前のことは旅先でも応援するよ。お前にしかできないことを頑張ってくれ。俺もさ、ドラゴンは倒せなくても誰かの役に立つものを見つけてみせるさ。
夜明けだな。じゃあ俺は行くよ。大発見して戻ってくるからな。その時はまた一杯やろうぜ。変わった人でしたが、どこか引きつける魅力のある人物だったと思います。この反乱騒ぎ、まさか貴様、救済と通じていたか。救済？知ったことではない。破壊だの、救いだの、そのようなたわごとはどうでもいいのだよ。ただすでに一度エドマンはドラゴンを退けている。その彼がまたもドラゴンを廃したとあっては、この国の勢力はおのずと高まる。勢いのある隣国というのは厄介なもの、そうではないか。勝手なことを。常はどうあれ、ドラゴン来襲は火球の十字。近隣諸国は協力を惜しまぬが、古来よりの約定であろう。本気で約定を守る気であれば、貴殿の父君は聖兵を揃えた貴殿の兄君をこの地によこしたのではないかね。まともに一兵すら扱えぬ貴殿のような半端者でなくな。私を侮辱する気か。だとすればどうする。誇りにかけて貴様に決闘申し込む。そちらは助太刀かな。私は構わんがね。手を出すな。奴は私と私の国を貶めたのだ。まさか貴君が救済などに組みして兵に反乱を煽ろうとは。約定をたがえ騎士の名誉を汚したら無名騎士、いやジリアン卿。せいぜい各社殿に感謝するがよかろう。半端者のプライドはともかく、命は救ってもらえたのだ。地面に見えるだろうな。私は自分が力不足だと知っていた。負けか。分かっていたさ。貴君に敗れ、そして命を救われた、そういうことのようだな。こうも完璧に敗れたのではもはや申し開きもできんな。私はこのまま都に出頭することにしよう。全て話し、おとなしく処分を受けよう。貴君の手柄だよ、各社殿。心配せずとも逃げたりはしない。そのぐらいの誇りはあるつもりだ。そして一つ教えておこう。この砦の剣は陽動、本命は他にある。油断しないことだ。地面に見えるだろうな。私はけれど、
惨めに見私けれど情けないところを見せてしまったな。ジュリアン卿の言う通りだ。私は強くない。私がこの国に使わされたのもあくまで政治的な形式だけのこと。誰も本気で私の働きになど期待してはいなかったんだ。そんなことをとっくに分かりきっていたというのにいい気になって滑稽だ。一度国元へ戻る。戻って本当にここの民のために兵を出してもらえるよう武神してみるつもりだ。何よりお前の力になりたい。そのために私はきっとここに帰ってくる。すまんな。これを受け取ってくれ。ああ大したものではないが、お前の旅に何か少しでも役に立ててもらえると嬉しい。なぜ私は逃げなかったのかな。貴君はなぜ私がおとなしく捕まったのだと思う。わからんか。私もだ。私はこの度のドラゴンとの戦、この地には勝ち目がないと見ていた。それゆえに反乱を扇動し、早々に兵力を総崩れにすることで無駄な犠牲を減らせると考えたのだ。つまりはそういう計画だった。ただ一つ引っかかりがあった。聞くんだよ各社殿、不意に聞くんならドラゴンを倒すかもしれぬ、そう思えたのだ。そうただの勘だ。さあ各社殿、もう行かれよ。長居するような場所ではない。面会の礼にこれを持って行ってくれ。私には今や何も必要ない。行ってくれ各社殿。私の勘が正しかったと知れるその時まで私の刑が執行されぬよう祈っていてくれ。